イバックスマネージメント学園。今回の学園は、どうもカレー部の大野雄大です。最近カレー部の活動がない間にですね、納豆部や写真部でうちのメンバーが、かなりブイブイ言わせてるという情報を小耳に挟んでおります。そこで僕もブイブイ言わせるために、新しい部活を始動させたいと思います。発表します。エイベックス釣り部です。今回の学園はダイスのボーカル大野雄大さんが部長に就任し立ち上げたエイベックス釣り部。ナレーションは東京女子流の中井由里が担当させていただきます。ということで部員の方を紹介させていただきたいと思います。どうぞ。どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大石さん、伊藤さん、向山です。はい、雑、大石さん、伊藤さん、向山です。はい、向山です。間違いない。はい、じゃあそれではね、釣り歴を、はい、ちょっと、言っていただいてもいいですか。どうも、釣り歴、いつぶりだろうな、中学生ぶりぐらいの大石美月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、釣り歴今日0年、今日初めましてでやります。大石美月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、釣り歴は幼稚園の3年間です。ソリリーモの向山武史です。よろしくお願いします。お願いします。中学生以来。中学生以来だけど最近、はい、すごい久しぶりに、はい、こういうやつ。何だろう。そういうやつはハゼですね、大体。あ、そう、大体こういうやつハゼですね。はい、そう、ハゼ釣りはすごい久しぶりにやったんだけど、はい、ハゼも面白いですからね。面白い。伊藤さんも魚は触れたりするんですか。はい、触れないです。うん、触れなそうですね。うん、ね、想像通り、イメージ通り。あれ、ちょっとスタッフさん、話が違うんですけど。ちょっといいですか、質問いいですか。はい、私たち今日部員って言って言われてるんですけど、うん、はい、そんなつもりで来てないんですよね。うん、うん、どういったつもりで来られてる感じですか。いや、なんか釣りしに来ないみたい な、うん、なんか軽い感じで言われたんで、はい、全然部員じゃない、うん、行こうかなっていう。いろいろとやっぱり話がスタッフさん。いや、僕にとっては今日は、はい、カレー部に僕入部したくて、はい、来たんですけども、まさかのこのなんか釣り。確かに伊藤さんと僕はカレー部なんですけど、カレー部じゃないですね、今日。間違えちゃった。間違えちゃったね。違う。これはもう帰った方がいいのかな。ちょっと待ってください。今日頑張って成果を上げたら、うん、浦田さんにもしっかり LINE させてもらうので。マジっすか。はい、カレー部に入れるように。え、ちょっとお願いします。前に釣り部盛り上げていきましょう。よし。しっかり釣っていきたいと思いますね。よろしくお願いします。お願いします。今回の釣り部はほぼ初心者の3人が体験入部。休みの度に海釣りに出かけるほど釣りを愛している大野部長に釣りの魅力を伝えてもらい、部員獲得を目指していただきます。おー、というわけで釣り部にやってまいりました。すごい、すごい、はい、こんなとこあったんですね。ということで、やってきたのは鯉釣りが楽しめる市ヶ谷フィッシュセンターの釣り堀。ここを1回目の釣り場所に選んだのには何やら理由があるみたいですよ。皆さん、何だと思いますか。わかりますか。近いから。うん、近いのも近いと思います。はい、断られたから、うん、他が。ここあ、近いですね。近いの。近い、近いですね。もう徒歩1分、駅か徒歩1分。全然違いますね。違う。それも違いますね。実はですね、うん、校長のこの Easy to Life の表紙を、こっちのフィッシングセンターにて撮影されてるんです。本当だ、本当だ。というわけで、縁起がいいんじゃないかということで、まず第1回をここに選ばさせてもらいました。なるほど、はい、いいですね、うん、記念すべき1回目の釣りは学園に縁のある釣り堀で恋釣り。大野部長、ほぼ初心者の3人に餌の付け方からレクチャーお願いします。これを、これをこれぐらいにしてもらって、生みたいにして、はい、生みたいにして。ちょっと待って、無理。みんなのやって、何に通してやってほしいですよね。お任せください。全部丸めといてほしい。多分ちょっと出した方がいいんですね。これで、これで OK です。はい、ありがとうございます。はい、こういうこと。多分針先ちょっとだけ出た方がいいと思うんですよね。出るかな、出るかしら。あ、こういうこと。出ちゃうかな。ダメ。もうちょっと真ん中に来るようにした方がいいかもしれないですね、針の。あ、え、これもっとちっちゃい方がいい。そんなことな
真ん中くぐらせて。すいません、部長引っかかりました。大問題です。部長伊藤さん、どこ伊藤さん、針気をつけてくださいね。はい、ごめんなさい。伊藤さん、初心者あるあるありがとうございます。皆さん準備できたみたいなので、気を取り直して記念すべき釣り部1投目、4人一緒に行っちゃってください。いきます、せーの、ほい。ゆみちゃん大丈夫？え、ね、これは？これは浮き輪浮かせます。浮き輪、そうですね、うん、浮かせる。そう、これがツンツンする。ほら、ツンツンする。浮きが動いたら魚が食べてるってことです。なるほど。静かだね。静かだね。静かですね、うん、なんか釣り堀ってもっとなんかこうさ、すごい。これ多分すぐ釣れちゃうと思うんだよな。本当？お、あ、めっちゃ動いてる。合わせちゃった。あ、ほら。お、もうすごい。お、すげえ、本当だ。すごい。早くね。え、早くない？さすが部長。あれ。一投目から釣っちゃうなんて、大野部長、さすがです。あ、これすごいいいところでちゃんと合わせられました。あら、まあ、すごい。すげえ。お、すごい。部長は釣りはどれくらいやってるんですか？部長はですね、ここ2年間ぐらいを急速にめちゃめちゃ。へえ、はい。で、どこでやるの？僕、海釣りが多いんですよ。あ、食べるまでが大好きで、はいはい、さばくまでが。はい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 。あの、喋ってる間に結構当たってるんですよ、さっきから。え、そう、あ、もう当たってます。大石さんも当たってますね。当たってるって何？何、あの、魚が餌を食べてる時を当たってるって言うんですよ。へえ。なんか専門用語がいっぱいあるんですね、きっと。いっぱいありますね。あら、へえ、うん、またすぐ釣れそうな気がするな。ここにいるよ。え、結構難しいんですね、なんか。あんだけいっぱいいたのに全然。確かに簡単だと思いましたけどね。お、あ、お、来た来た。今合わせたんですか？お、いった。すごいすごいすごい、むっちゃ引っ張られてる。これが楽しくない？え、すごいすごいすごい、お、すごいすごいすごい。網、網、網、網ですね。ねえ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 、すっごい強い。え、もうすごい引っ張られてる。え、すげえすげえすげえ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おー、やったー。釣れた。なんかちょっと嬉しいね。これ嬉しいですよね。嬉しい。え、すごい大きいね。めちゃめちゃでかいです。ちょっと濃いわ。しっかりこう口に針が刺さってるんで、すごいでかい。ちゃんと合わせられたんですね。やった、すげえ。やった一匹目。すげえ、おめでとう。嬉しい。ちょっと大きいですね、さっきより。大きい、うん、ありがとう。集中。あ、惜しい。惜しかった。惜しかったですね。惜しかった。餌取られましたね。餌取られたね。あ、餌取られた。お、取られた。お、本当だ。食べてる、食べてる。餌取られた。今じゃお腹空いてる時間かもしれないですね。食べ始めてる。これは部長、つけてください。つけに行きます。これはチャンスの時間だな。お、いいねいいね、部長忙しい。ごめん。そうです。惜しい惜しい惜しい。もうちょっと早かったら今それで引っかかるんですよ。わかりました。お、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 いった？たけさんいった。ゆっくり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 。食ってる食ってる。食ってる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 。お、お、元気だ。すごいすごいすごい。サモで。こっちだ。こっちだ。こっち。こっち。おっしゃー。やっと来た。おめでとう。どう合わせたね。ってことは次ゆみちゃんかな。っていうことになりますね。コツンコツンって来た時にサッとあげるんで。これ今食べてる状態です。あ、来た。あ、来た。バレたバレた。もうやだ、バレました。絶対いいとこまで。うん、分かった分かった。それです。こぞ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 。取られちゃった。伊藤さん、当たりは来るんですが、なかなか釣れず。しかし諦めずに続けていると。あ、来た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 。ゆっくり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 。怖い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 。来た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 。お、あった。嘘嘘嘘。見えてた見えてた。嘘に来てた。ね、来てたよね。来てた。伊藤さん惜しい。伊藤さん合わせばしてるから、多分逆にこう楽しさに気づいちゃってるね。ちょっといいかも。お、ちょっと楽しいかも。ちょっとね、ちょっとちょっと、ね、これで釣れたらもう本当楽しいんだろうな。そうだね。これは何としてでも釣らせますよ。しゃ
なんと部員確保しないと、部員確保しないと部員確保しないと次回のエイベックス釣り部は絶対釣れると行けるよ、一回ぐらい行きたいよね。果たして釣り初体験の伊藤さんは鯉を釣ることができるのか。さらに釣りの後は魚料理に挑戦。すごいね、でも手際が、うん、いや普段やってる感がもうなんかやりづらいすっごいこんな見られてやることないもんね。なんかやめてそのすごい覗く感じ。お楽しみに。